上下視列の水平方向での不正交合。球止部における横方向の交合関係の異常と、前場部における前後方向の交合関係の異常がある。通常、上顎の薄刃が下顎の薄刃に対して絶足に位置している、休止部交差交合を指して言う。歯科矯正治療の最も困難な交合形態の一つであり、 交互の歪みから将来的に顎関節症を誘発し、頭痛、肩こり、腰痛などを併発することが多い。急死部における横方向の交互関係の異常は、上肢列弓の相対的な強作が原因で起こる、絶足交差交互と下顎に比べ相対的に大きい上顎のために生じた、強速交差交互に分けられる。絶足交差交互の方が、 強速交差交互よりも多い。また、絶速交差交互は、片側性交差交互と両側性交差交互に分類することがあるが、はっきりとした片側性交差交互は、通常、上肢列の両側性の強作とした後の交差交互側への変異を示す。摂氏の水平的皮膚下関係は、化学摂氏が上学摂氏より前方にある状態。逆オーバージェット、 または、前バ部ブ反対口合と呼ばれることがある。上下顎骨の位置関係はほぼ標準で上顎前歯の絶足傾斜や下顎前歯の唇側傾斜に由来する派生、交差口合、上下顎骨の発育の不調和に由来する骨格性交差口合等に分類される。おしゃぶり使用により PFDS 交差口合を発症した3歳児遺伝的要因、環境的要因、 体性器の発育障害、歯の発育障害、不適当な放出誘導、外傷、口呼吸、下癖、軟性食物、睡眠体癖、おしゃぶり、指しゃぶりなど、心微障害、化学運動障害、高校機能障害、顎関節症、不正抗合に関連のある歯周病を予備予測。交差抗合は、歯列弓のどの部位でも生じ、抗合干渉や、 工合性外傷、そして後方面への無理な負荷などの機能的異常を生じる原因となることが多い。さらに前バブ反対工房は神秘的にも問題となる。もし1波あるいは2波の交差工房であれば、それは大抵創生状態にある歯が転移したか、あるいは異緒放出が原因となって生じたものである。もし1群の歯が交差工房を示すようであれば、 その原因は骨格性のものであることが多く、原曲的な強制歯科治療ではうまく解決できない問題と考えてよい。こうした場合には、交差工房の状態のままで修復あるいは刺繍治療をうまく行えないようであれば、外科的処置を伴う包括強制歯科治療を考えなければならない。ABCDE William R. Ara, p r o ィット t Couldi h a r P21 亀山隆進進をしゃぶり誘発学顔面変形症。月間保断連 2006.11No.18、2006.12No.920、2007.3No.927、2007.4No.932。ありがとうございます。